をご覧の皆さん、どうもブリとカワソです。今回はマリオカート8デラックスやっていきたいと思います。はい、マリオカート、新コース、新キャラクター発表されましたね。新キャラは、花、ボスパックン、花ちゃん、そしてカメックで、新コースもねあってね、めちゃくちゃ楽しみですよね。マリオカートのいいところはこう日々じゃね、アップデートされていくっていうところがいいんですよね。はい、なんで俺アイスクライマーってな、なんで俺アイスクライマーやってんの。日本選手で負けたらアイスクライマーのコスプレだよ。お前さ、まじ、あ、ふざけんなよ。お前これ1回以上ふざけんなよ。お前分かった、お前これに負けたら、あのアイスクライマーのポポ、あの7、あのピンクの方やれ。あ、7な、あ、ピンクの方。あ、まじさ、ふざけんなよ。でもさ、俺ポポやってるから、お前が7やったらアイスクライマーチャンネルみたいな風になっちゃうね。な、誰が見んだよそんなの。マジでふざけんな。ブリとカワソチャンネル、あ、わかった、あのブリとカワソチャンネルでやってアイスクライマーチャンネルになっていこう。どんどんこう上上がっていこうみたいな。ラッ、ダサすぎんだよそんなもんよ。ふざけんじゃねえよ。言ってますけどね、こういうね、ハンマーとかいらない、俺だけだったらギリトタンか、雪山のトタンかみたいな風に見える。うん、ね、マジでね、ふざけんじゃねえ。お前絶対やんなよ。ふざけんぜ、しょいな、サンダーとかや、誰だよ、落ち着いやって。ガーナ用意しろよ、ガーナ。ふざけんなよ。俺のカスタムやってないから曲がりにくいんだけど。俺そういうのやんないから。あ、俺正々堂々やるから大丈夫。うん、黙れ。あとお前、シュインやんなくていいから、アイスクライマー。あ、なんか言ってたの。あ、やんなくていい。何アイスクライマー、負けたらアイスクライマー。あ、そう、やんなくていいから。いいよ、やんなくていい、やんなくていい。やってやる。いや、やんねえよ、やんねえよ。お前がやってやるよ。俺がお前に負けるわけねえからな。はい、じゃあ俺が負けたらアイスクライマーって言うんだよ。いいよ、やってやるよ。別にあれ、別にキースアンティーだよ。キースアンティーですよ。なんか罰ゲームとか良くないんじゃないか。気使ってるでしょ。気使うんだよ。俺がお前に負けることはない。よそ見してたら落ちたよ。しっかりここ回って、スライダー、お前このコース選んだんだよな。お前ここのところにコースなんだよ。うざいよ、そういうのうざいよ。誰だ。はい、キラー、はい、これで追い抜いて、アイスクライマーピーク回避、アイスクライマーピーク回避、絶対回避する。もう絶対やんねえから。おめえに負けるぐらいだったらマジで絶対負けるわけじゃねえんだよな。さっきね、気遣ってんじゃねえよ。罰ゲームいいだ。脱げ、脱いで、マジでそれ本当に脱いで、めっちゃ恥ずかしいから俺マジで本当にダメだよ。いや、ダメじゃないって。罰ゲームで負けたからダメだよ。まあ次は勝つけど。もうアイスクライマーチャンネルみたいになってるやん。お前のせいでさ、ほら喋った方がいい。ほら、お前が喋ってるから俺良い。お前8位だよ。黙れ。はいはいはい、頑張れよ。うるせえお前、まずお前が脱いでくんなよ。ほんとに黙れ。お前喋りかけるな。落ちたんだけど、ゴミ帰れ。やめてやめて、ほんとに脱いでくんなよ、マジで。ほんとに恥ずかしいとかってレベルじゃないんだよ。ほんとにどういう気持ちか分かってないぞ。うるせえ、黙れ。喋んなよ。おー、怖い。マジでこの子さ、やだ。なんか俺アイスクライマーだ。雪山やられる、雪のステージ。
前1位。いいよ、のこのこやってろ。お前はすぐにお前ね首をダン曲がって、ちょっとしっかり、おお、練習したドリフト。ガチで俺ガチで普通にネタじゃなくてマジで自信あるんですよ。本当に練習したから。だからもうそのアイスクライマーの罰ゲームとか無理だよ。邪魔これマジで。作ったやつ誰だよ。お前作ったのこれ。下手くそなんだよ。ちゃんと作れよ。絶対言ったな。第3です。メリークリスマス。よしじゃあ、雪のステージなんで、なんて言ったってこれ僕らの得意コースですよね。あ、知ってる？お前アイスクライマーっての関係知ってる？何？あれさ、お兄ちゃん妹って思うんですよ。違うんだ。あれ友達以上恋人未満の関係なんだ。知ってる？知らない。知らないし、まあ お前と俺は友達以下ゴミ以下だけどね。やっていきましょう。緑コーナーを虫火に前に投げていく。ほら見て、長弾で当たったの見たでしょ。見た今の。あれもう計算通りだから。普通にもう全部書いてるから、デスノートに。お前あれ中学生の時とかにデスノートとか書いてたけど、なんか書いてる。え、書いてる。俺絶対書いてたでしょ、クラスの端っこでデスノートっつって。デスノートっつってクラスのあの嫌いなやつの名前書いてたっすよな。クラスの端っこだし。おい誰ミドルコーナー投げたやつ。お前絶対デスノート書いてやる。で、書いてた。デスノートお前書いてた。え、書いてたってことですよ。うわー、きつきついな。お前マジか。俺誰嫌いだったの？クラスの、クラスの男子誰嫌いだった？嫌いだったの？お前みたいな。さ、時計現在8位ですけども、あのね、マリオカートっていうのはアイテムがあるんですよ。だから順位なんて余裕のドスコイでいけるんですよ。前にね、ほら見て、もう6、そして5、エンダー4。おいおい、横スマッカー今普通に。はい、最終レースはシャーパゴー。これ雪相性いいのに、マジでおかしいわ。本当に練習したのに。マジで練習したの？ガチで。聞いてる？うん。マジで練習したから。偉い。喋んの？マジで、何言ってんだろうな。なんか、マリオカートの、座学した俺、普通に。座学？うん、座学をした。マリオカートの歴史とか。本当勉強したんだけど、マジで。
俺マリオカート64からやってるから、ちゃんと俺多分。あ、64からじゃないか、マリオカート。ファミコンからか。ファミコンからだよね。うん、そう、食べんの。はい、ファイヤーバードスター。はい、あのね、なぜ俺がベイビーピーチを使い続けてるか知ってる？知らない、知りたいっしょ、うん、ベイビーピーチ なんで使い続けてるか知りたい、知りたい。ね、このシャーベットって当たったら凍るんですよね。やばいですよこれ。触ったらダメ。マジ練習したからね。えれ、喋んな、そだから。あ、もう飲めやだよ、もう負けなくない。あ、てかさ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 、おい、なんで俺アイスクライマーのやってんの。俺が負けたからアイスクライマーって理不尽。お前さ、マジでさ、やめよ。てか聞いて、お前はさ、お前はね、スマブラで5回負けたらアイスクライマーのポパのコスプレするとかいうやつだったんだ。なんで俺1列だけ負けたらまずなんかやんなきゃいけないの。ずるい。コンビ内閣ったら皆さん、コンビ内閣、おい、やだやだ。ガチでさ、一発殴っていい？ガチで。マジで一発、弱気で、弱気だからいい？一発一発で、弱気でやるか、弱気でやる。一発は一発ね。え、